はい、それではですね、じゃあサビに行ってみたいと思います。サビがですね、またあのイントロと同じように、オープンで一番使うパターンですね。あのズッタンズッタンっていうやつなんですけど、ちょっとまた、サビも1段目だけまずあの楽譜に合わせてちょっと行ってみたいと思います。こんな感じですね、1段目が、オープンのパターンからまたあの5つ用に出てきたあのスライドを使ったフィルのパターンですね。ここはですね、ちょっとだけ最初に出てきたやつと変わるんですけども、まず1個目の、スライドのパターン、ここがやったらスネアと、シンバルかを一緒に叩きます。で2回目のスライドが終わったら左手一発スネア叩いて右手一旦フリーにします。でこっから裏のピックに合わせてシンバルを叩いてあげて、最後はタンタンタン、ここでフリーにして、こんな感じですね。サビの2段目いってみます。で、ここもまたフィルに関してはシンコペーションになるんですけども、ここも16分でタムが来るので、シンコペーションだからってもうこうなるとかあんまり手順は考えず、16分音符が来たらもう完全に手順は一択、ブン右手で最後シンバルで締めます。で、この後がタタタタガーンで、そしたら、3段目シンバルに移動するところがあるんですけども、ここまたこうビートのこのパターンを守ったまんま、1個目は表で、キックと一緒にねハイハット叩いてるんですけど、こっからは裏に入ってくるこのスネアに合わせながらシンバルタンタンタンで最後タタタタ、シンバルの間ちょっとまたこうハット入れたくなるかもしれないんですけど、ここ強調したいんで、まあ、このまま豪快にいっちゃってください。サビの4段目ですねに行きたいと思います。こんな感じですね。ここもまたシンコペーション、この曲多いですね、シンコペーション。ここは、さっきみたいに16分じゃなくてまた8分になるんで、ハットから来たらカムフロアジャーンダッダッダで、またあのユニゾンフレーズですね。でシンバル行ってこんな感じです。ここもさっきみたいに、手順自体はこうでもいいし、こんな感じでもいいし、いろんなパターン考えられるので、シンバル最後のシンバルをどっちで打つかによって中のこの太鼓のね手順は変えてっていいと思います。